疲れ様です。お、こんにちは。すいません、うん、はい、ちょっと荷物をチェックさせてほしいんですけど。あ、じゃあ、どうぞどうぞ。とりあえず行ってください。失礼します。おはようございます。お、これがボトル。あ、それ、給水ボトルです。もう、毎回、もう今回でマラソン10回目になるんですけど、もう毎回作ってて、もう時間かけたくないんで、もう針金をただガムテープでつけて、ちょっとマスキングテープでちょっと小細工したぐらいで、ここはもうシンプルに作ってます。なるほど。これでじゃあいいですか、見せてもらって。まあ、試合前なんでそんな大した荷物はないんで、本当今日マラソン前日なんですけど、昨日ホテル入りして、でも練習も2回ぐらいやった後なんで。すごい綺麗にしてるね。これはまあ、あのヤクルトの公式ジャージはですね、まあなんかミーティングとかようで、この辺は練習に、まあ、今回このホテルコインランドリーついてないんで、ウィンドブレーカーも少し多めに持ってきてます。なるほどね。と、まあロンティー、まあ、大体 4,5 回分の練習着持ってきました、ね。いつもは本当、うん、必要最低限で、まあ、ミニマリスト目指してるんで少なくしたいんですけど、うん、まあ、今回は割と自分の中でも必要以上に持ってきました、ね。ウルトラライトダウン。なるほど。2個入れて。ランドリーがあるないでだいぶ違うよね。そうですね、ランドリーやったら多分スーツケースもう一個小さくしてこれます、ね。なるほどね。これは何だっけ、これ何、あ、これは下着ですね。あ、下着ね。下着と、うん、靴下とかを圧縮して。なるほど。いや、めちゃくちゃ綺麗に当日の靴下とヘアバンドと、まあやっぱ靴下もいっぱい持ってきました。なるほど、靴下をね、はい、タビオですね。タビオさんお世話になって、はい、ここは試合ですね。なるほど。もう半面は、うん、あと靴も入れてるんですけど、今練習しちゃってるんで靴はそっちに出してるんですけど、靴は後で。お、これはブリボディクリーム箱、うん、ただ箱を肌にも気を使っておりますね。、はい、まあ本当小物ですね。帽子とかロンタイとか、まあ、当日のハーフタオルと、あとはまあ部屋着ですね。なるほど、はい、ここに靴が、あとジョグシュー2足と、靴見せてもらっていいですか。はい、あとまあ試合用1足、まあ、ちょっと別のところにあるのと、まあ、ハーフポールぐらいに入れてるぐらいですかね。すげえ綺麗にしてるわ。なので、まあ、少し気持ちこう多めにね、今回は、はい、ね、多めに持ってきました、うん。まあ、寮からも、まあ、今回東京なんで近いので、うん、あの車移動だったので、まあ、あまり重くても負担なく来れました。なるほど、はい、わかりました。すいません突然。はい、ありがとうございます。以上、突撃荷物チェックでした。いやー。